はい、どうもこんにちは。おもちゃアンネルのタルです。さあ今回はですね、2021年の6月の、新作のねトミカたちが、発表されたということで、はい、こちらをね見ていきたいと思います。いやちょっとねタイミングがね狂っちゃって、僕ねあれなんですよ。ちょっとねトミカショップに行くことあって、でカタログをねもらってきて、でそこに新作がいろいろ載ってたんで、ちょっとね抜粋してスキャンしてね、でこれを見ながらちょっとね動画を撮ろうと思ってたんですけど、なんか6月がね新たに発表されたんで、まずは公式のページを見ていきたいと思います。でちょっとねこちらにしかね載ってないね7月のものとかもねあるんでね、そのあたりもねちょっとね後でね触れたいと思います。さあでは参りましょう。ではでは新作情報ねいきたいと思いますが、いや6月もねなかなか熱いラインナップになってますね。はい、ではでは新作情報6月はい来ました。はい、こんな感じになってます。ちょっと右側のもう一つの方の通常はねまだね楽しみに待っててねとなってるんですが、この左のですね、はい、こちらナンバー6番日産キックスです。こちらはあれですね、初回とかないんで、もう一つの方がね初回ねラインナップに入ってくるんだと思うんですけども、なかなかねまたかっこいい車両が登場しましたね。まあ、6月はなんか基本的になんかちょっと気持ち的に落ち着いてるね毎年そんな気もするんですけども、とりあえず1車種目はキックスということで、で下行きましてロングトミカがねなかなかね、すごいのよこれね。トーマスもあるんですよ。トーマスのこのゴードもあるんですけど、はい、145番が名古屋市消防局の30メートル級先端屈折式はしご車。すごいなこれ、やばいですねこれはね。ちょっと期待、久しぶりに、久しぶりって言ったらなんか他のトミカに失礼かもしれないですけどね、なかなかテンション上がるねロングトミカが登場ですね。これはマジでちょっとかっこよすぎないか、これ名古屋市こんなすごいいいのあんの車両、すごい。いやーこのロングトミカ非常に楽しみですね。うん、145番なんで、まあ、特に入れ替えで廃盤とかないですね。で146番の方が機関車ゴードンということで、こちらもねロングトミカになってゴードンさんが登場でございます。後ろねこれ貨車引っ張ってるのね、これ客車か、客車を引っ張ってるような形になっております。でどんどん行きたいと思いますが、結構一気に発表されたんですよね。はい、下行きますが、あこちらね、多分僕これツイッターかなんかつぶやいたと思うんですけど、はい、これ1年越しにね登場しました。本来は2020年のね夏に発売される予定だったんですよ。去年のカタログには載ってたんですけど、トミカスピードウェイの実況サウンドデジタルアクセルサーキットですね。ちょっと値段がね高めなんですよ。12100円なんで、まあ、結構するんですけど、これ自体は前の時はなんかデジタルの部分だけ付け加えるような形で別売りでなんかねあったんですけど、今回載ってないですね。どうなんだろう、このデジタルカウンターの部分だけね、去年のカタログは別売みたいなこと書いてたんですけど、今のところはその表記はないんですが、まあとりあえずビュンビュンこう走らせるねトミカのサーキットが登場ですね。熱いレースを繰り広げられると。まあアナログというかデジタルがない部分はね、一昨年かな発売されたので、そのあたりの違いとかも気になりますね。多分このデジタルのねこのラップ表記の部分とかが違うだけだとは思うんですけど、まあ楽しみにね待ちたいと思います。あこれスマホのアプリとかと思う、これ連携できたりしますね。おお楽しそう。でさっきからねこうねこの写真にチラチラ写ってるんですけども、この専用のトミカっていうのがございまして、普通のトミカもね走らせることできると思うんですけど、このねスーパースピードトミカが数種類ラインナップですね。まずこちらがですね、はい、こちらスープラです。GR スープラプロジェクトアルファ、ね、これが登場しますね。なんかちょっとこうちっちゃくなったミニ四駆みたいな感じで、うん、なかなかね面白い、すごいね。どんなトミカになるんでしょうねこれね。 IC チップ搭載だから、まあ、100% デジタルサーキットを楽しもうと思うと、この IC チップ搭載のトミカが必要になってくるような形ですかね。でスープラ以外に、はいこちらですね、これかっこいいね、なんかこうショーって書いてるの、ショーエディション GTR ですね、日産 GTR 忍び、かっこいいな。でもう一つの方がこっちがシビックですね、これもいいですね。てか車種のラインナップがもうね完全にもう狙ってきてますね。どれもいいと思いますよ。で他も行きますが、あこれもねいいですね、 WRX-STI、ね、T-REX カスタムとかもう絶対うちの友達のシモベース君好きでしょこれ、恐竜だからねちょっと彼と勝負しようかな今度。
ね、そういった企画もできたら、はい、わかんないですけど、やってみたいと思います。今年の6月はなかなかですね。で、下行きましてですね、おお、これ MF ゴーストのドリームトミカも2種登場ですね。またまた86GT、 はい、こちらで、ね、登場でございます。ボンネットがブラックの部分ですね。それ以外のデザインはこれまでに登場したやつとそんな変わんないのかな。まあ登場したらね、比較したいと思います。で、右の方に行きますと、このね、もうパールのイエローが美しい GR スープラ、こちらも登場です。すごいな、6月はもうスポーツカー祭りですね。めちゃめちゃ楽しそういいねいいねいいね。ドリームトミカが好きなんで特に廃盤とかもないですよね。で、下に行きまして、あ、シビックも出るんですよ。シビックもすごい、 MF ゴーストのシビックタイプ R も登場ですね。まあ、なのでちょっとこのね、3車種はなかなかちょっと逃せないね。これはかっこいいですね。ただドリームトミカなんでちょっとね、値段がやっぱね、こう普通のトミカのね、ちょっと 1.5 倍ぐらいかなするんで、まあ、お財布と相談しながらね、ちょっとコレクションに加えたいかなと思います。で、下行きまして、はい、プレミアムもね、こちらですね、トミカプレミアムの08番か、ミサスカイライン2000ターボ GTES ですね、こちらが登場。はい、これがで、ね、発売記念仕様がラインナップに入っておりまして、まあそんなにめちゃくちゃな争奪戦にはならないとは思われるんですけども、言っても、うん、売り切れるかな、売り切れそうな感じだ。これかっこいいね、両方ともねうん、まあ、なのでここはちょっと気合い入れて頑張っていきたいかなと思います。いいなぁ、ほんとすごいね、6月ね。で、下行ってね、あ、そうそうそう、これも出るの、これベルフォルマンテのトミカの50周年記念仕様ですよ。はい、こちらがね、またこう、なんていうの、これ日本の国旗をあしらってるんですかね、イメージしてるのか、こう日の丸があるんですよね、ボンネットのところに日の丸がある。裏感が登場ですね、やば、これ実写みたいなぁ。もしね、あの今年トミカ博がどっかであったら、これが多分ね、展示されたんだと思います。多分そうね、想定するんですが、これも見たいな、これはやばいですねまあ期待したいと思います。いいねいいね、そういった感じかな。まだあったっけ、あ、まだあった、まだあった。最後ちょっと可愛いかな、これ最後なんのか、最後だディズニーモーターズのルントットミッキーマウス、とてもね、あの可愛い締めくくになっちゃうんですけど、ね、ディズニーモーターズのね、こんな可愛いね、ミッキーの車両も登場と。これはもう可愛いしか言わないけど素敵なレシャルです。といった感じですかね。6月とりあえず、はいね、一気にこうね、また公式で発表されましたが、このようなね、ラインナップに今のところなってます。通常のね、もう一つのね、シャルの方がまだちょっとね、謎に包まれている形にはなってるんですが、まあ近々発表されるものだと思いますんでね、楽しみに待ちましょう。で、あとはですね、僕がカタログで喋、りたかったことをちょっと思い出しながら行きたいと思いますが、一応ね、これね、トップカーとかちゃんと写真撮ったんですよね。これね、ここにあのね、今喋ったベルフォルマンテこれがね、これ乗ってたんでね、で、あのポリストステーションも乗ってたんで、カタログのこの表紙も撮ったんですが、どんどん行きたいと思いますけども、ちょっとプラレールから行きますかね。このページ気になったのは、はい、こちらですね。僕結構ね、前にあの紹介したと思うんですけど、ミニオンのおしゃべりのプラレールですね。これがですね、やっと日本で登場といった形になります。昔はユニバーサルスタジオで売ってたのかな、ちょっとね、販売形態があまり分かってないんですけど、まあ、これが、夏発売予定となってますね。夏発売予定になってるんですが、はちゃめちゃおしゃべりトレインということで、ミニオンのプラレールが登場ですね。うん、これも楽しみですね。いや、よかったよかった。で、続いてですね、ちょっと大きく新作としてこう発表されているわけじゃないんですけども、注目したいのがこの下ら辺かな。はい、ここですね。ある列車と、ソニックと、あと E233 系の湘南色ですね、連結仕様、まあ、ここが一応夏発売予定ということで、新作の予定ですね。こんな感じで、ある列車は前ですね、詳しい名前忘れてた声優なんだっけ、ワクワク忘れたそれでまあ登場してるんですが、まあそれとの違いとかも非常に気になるところです。で、もう一個あったな、あずさのこの、ね、専用連結仕様も夏発売予定となっております。で、それ以外は特に、カタログに関しては新作は載っていなかったとは思いますね。またなんか発見したら言いたいと思いますが、で、続いてがここのページです。この右下にダイナミックに変形、遊びがいっぱいとおでか車両ということで、これが8月に、ね、発売される予定になっているので、まあ、シルエットしか出てませんけども、なんか僕の予想ではこれスプリームっぽいですよね。スプリームっぽいですけども
ね、また変形タイプのドデカ車両が登場ですね。これも楽しみで、次行ってトーマス関係なんだったかな。あー、そうここの右下にした、これですね。あの1両シリーズに、新しい仲間が登場ですね。この4種が夏に予定されてまして、プラレールハロルドですね。でプラレールバーティーに恐竜の骨運搬車かな、骨運搬貨車があるのと、あとはガタガタダイナマイト貨車っていうのがね、これね、1両編成の車両で4種登場となっております。いいですね、どれもなんか素敵なね感じで走行を見せてくれそうですね。バーティーとハロルドはなんかこれまでにあったんですけど、このね右の2つはなかったんでね、ちょっと楽しみです。で続いてが、はい、こちらトミカのページで、ここで触れようと思ってたのは、これですね、ベルフォルマンテですね。ベルフォルマンテが載ってたんで、まあ、これちょっと割愛させていただきますが、登場するのと、今月の鬼滅楽しみですね。で次に、あ、これね、ここの、はい、ぐるっと変形デラックスポリスステーション、また大きなね、こうね、かっこいい警察のこの建物が登場ですね。サウンドボイス50種類発動ということで、こんな感じでね、変形するポリスステーションが登場です。で、まあこれも嬉しいんですけども、これに合わせて登場するのがこの下ですね。はい、こちらがトミカポリス出動ポリスキャリアカーセット、久しぶりのキャリアカーセットが登場ですね。オリジナルトミカ4台がありまして、スープラのパトカー、これやばいでしょこれでフォレスターにハスラー、これいいね。で UD トラックスクオーンもあるんで、この素敵なね、こうパトカーのこの4種がキャリアカーとセットになって登場なんで、ここはなかなか注目かなと僕は思っております。いいですね、はい。であとは多分ここは、確かキックスが乗ってたんで、多分スキャン取っただけなので割愛させていただきますね。他に多分新作は眠ってないはずだ、ここにもう一つの6月のね、片一方が映ってたらびっくりするんですけど、それはないようですね。次のページ、ここにも遠くには載ってないのかな、うん、載ってないですね、ないね。まあといった感じかな。あとはこちらロングトミカの方は、あ、これですね、さっき言ったこのはしご車とゴードンが載っていると、形ですね。でトミカプレミアムもこれか、2000ターボ GTES が乗ってたのぐらいで、特にこの先の新作もなくで、あ、これ忘れてた、あのちょっとホットウィールのチラシがねあったんでそれもねちょっとねスキャンしたんですけど、今月もねちょっとねこっちあの買ったんですが、来月はね結構またね逃せないんで、これもちょっとチラッと話そうかなと思って。これねデコトラが結構前から噂になってたんですけど、来月あのラインナップに入ってくるんですよ。だからこれ絶対欲しいなと思って、だからね、また息子に手伝ってもらおうかなと思ってます。ライジンエクスプレスで、こちらもね逃せませんね。86のトレノですね。まあ今年に入ってね、あのトレノ結構ねちょこちょこ出てるんですけども、来月もトレノが登場ですね。この上の2車種はどうしても欲しいですね。で下に行くとポルシェカレナに、マツダ RX3 でしょ、3 でさらに下に行くとポルシェ944ターボに、あとコンチネンタルの GT3 にジャガー F タイプとなっているんで、またまた来月もねちょっと僕は息子に手伝ってもらいながら、またホットウィールをね運よくこう手に入れたいかなと思っております。まあということでございまして、今回はトミカの新作の6月の分がですね発表されたので、まあ朝ハッピーセットを喋ったところなんですけど、またまたちょっとおしゃべり動画にさせていただきましたが、まあね今年のね夏もねなかなかね、まあトミカにとってはね暑いね夏がね始まりそうな感じもするんで、トミカ博はね多分開催されるのは難しいとは思うんですけども、まあおもちゃ屋さんやねネットでね買えるねトミカなどでね、今年もね暑いミニカーのね夏をね過ごしたいと思いますんで、またね手に入り次第ねいろいろね紹介したいと思いますんで、楽しみにね待っていてください。まあということでね、今回はねこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録コメント評価どんどんお待ちしますので、よろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近では LINE の公式アカウントの方でね、こちら限定のね動画も配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。